能登半島の、はい、まあ、震災の取材で、はい、テレビもね、新聞も、うん、まあ、みんな1ヶ月っていう節目にね、うん、はいはい、この震災の特集をしてますけど、うん、はい、被災地に行ってきまして、はい、こういう震災の、まあ、記事を、うん、書いてるんですけど、悪党たち、そうそうそう、ね、はい、で今日はだから、うん、震災取材のなんかこう、うん、思い出、難しさ、うんうんうん、みたいなのをちょっとお話しようかなと。僕がね、このフライデーでやったのは、うんうん、まあ、震災直後ってやっぱ悪いやつがいっぱいいるんですよね、火事場泥棒、まあ、火事場泥棒っていうんだね、やっぱり昔からいるんだね、うん、はいはい、今有名になってるのはほら、はい、ブルーシートつけますよとか言って、あんなの 2,3 万でね、うん、本来つけれるのを十何万にするとか、でだん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 そういうね、手が込み始めてきて、うん、はい、県外からね、うん、そういう奴らがこう入ってきたり、なんか怪しいねボランティア、まあ、つい最近かな、そのボランティアもだんだん受け入れ始めてきたんで、まあ怪しいボランティアがね、うん、入り込んできたりとかってなって、うん、やっぱり避難してる人とかはね、うん、もう不安の前に送ってるんですよね、うん、こういうその震災の取材で、うん、まあ一つはね、やっぱりなんか見てるとみんなどこもテレビも新聞もやっぱり大変なその被災者のその苦労をした涙のこう話みたいな風にやっぱ寄ってしまうんですけど、今回はだからまあ悪い人たちが結構いるから、まあ気をつけた方がいいよっていうようなまあ意味合いでね、まあフライデーでやったんです。詳しくはまあ読んでいただきたいんですけど、やっぱ震災の取材って難しいと思いませんか。そのこれまでほら東日本もあったし、そうね、あの熊本地震もあったしね。僕ね、文書では中越が一番最初なんだよね。中越行って、でその後本当ニュージーランド地震行って、311行って、熊本の4回かな、僕はやったのね。大体被災地に行くと、うん、みんなパニクってるから、結構最初はね、うん、そのまあ、答えてくれる人もいるけど、うん、怒られたりね、うん、メディアがやっぱ邪魔だったりするんですよ、うん、あ、そうね、うん、ただまあそういう中でもね、うん、なんかじゃあ自分たちがその取材する意義って何なんだろうっていうのを、それを考えなきゃいけないね。考えて入らないと本当ただ邪魔なだけなんで、確かに今週ね、だからそういう意味で、はい、週刊文春かな、週刊文春でも、もちろん被災地の取材定期的にこれやってんだけど、はい、今週の文春書いた記者は、はい、まさにこの能登半島の出身の記者でね、うん、方言も喋れてね、はい、やっぱ自分の故郷があるから、はいはい、入り込み方がね、まあね、うん、すごい、うん、他とちょっと違ってね、読み応えあるんで、うんうんうん、そうね、やっぱり地元の人が地元の出身だった場合は、そう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 、まあ、土地に根付いた気持ちでね取材できる、大きいんだろう ね、うん、僕もね、311でなんかボランティアなんか富豪みたいな話の取材した記憶があるな。ボランティアセレブみたいになっちゃう人がいて、だからお金がブワーッと集まっちゃって、そうそうそう、それが本当にボランティアと言えるのかみたいな、だからその人自体いい生活しててみたいな。どういうことですか。まあ、要は義援金とかいろいろ集まってそれでお金持ちになっちゃうみたいなね。義援金ちょっとくすねてみたいなことですか。まあだったとは思うけど、ちょっと詳しくは忘れちゃいましたよね。そういうのもあったりとか、まあもちろんあと、ね、火事場泥棒みたいなトラックの乗り付けてバーッといろんな物資をね集めて持っていくやつもいたしね。二足三門でね、うんうん、そういう廃材を、うんうん、まあ持ってってね、うんうん、それをこうビジネスにするやつもいるしね、うんうん、東日本大震災の時だってそういう義援金とか確かくすねたやつ問題なんだったっけ、うんうん、そうなんか、それをなんか取材した記憶が、あの嘘のやつもいっぱい出てましたよ ね、うん、そうだよね、あの義援金ですって言って全然違うってやつは、うんうんうん、前ちょっとサロンでもさお話したけどさ、一番やばいなと思ったのはね、あの原発近くの果樹園に忍び込んでそこから桃とか拾ってきて東京で売るって人がいたんですよ普通に、うん、ちょっとやべえなと思ったよな、あの話を聞いた時はね。でもしかもそれも、うん、俺すごいだろうっていう、こう武勇伝みたいな感じだよね、うん、俺らに喋ってきてて、ちょっとドン引き、そうそう、いろんなこう悪いことを考える人がいるんですよね。で東京では普通にいい桃だとか思って多分買ってると思うんですよ。でよくあの路上で露店みたいに売ってる人もいるじゃないですか、多分ああいう感じで売ってるんだよね、その人はね、その人はね、まあまあ、全部はそうとは分かんないですけど、普通のもありますよね、そうあると思いますけど、そうだから本当怖いなと、うんうん、弱みにつけ込んでね、うん、やるやつっていうのが出てくるっていう記事なんですけど、そうですね、うん、今回あれですよね、うん、あの
サロンの方のお話が役に立ったんですよ、うん、あそうちょうどねその被災地の震源地からはちょっと遠いんだけれども、うん、やっぱりそういう離れたところにもね、はい、あの変な人が来ましたよみたいな情報をちょっとねいただいて、それも基地の中にちょっと盛り込ませていただきましたけど、うん、町の状況やっぱりまだ壊れてるとか、まあ、全然って感じ、まあ、1ヶ月経ったけど、うん、復旧あの目処立ってないって目処が立たないぐらい、家とかもペシャン、屋根はもうペシャンってなってるのもそのままだし、そのままなんですか、テレビであったと思いますけどビルがそのまま土手に倒れましたね、あれもそのままだったし、もうマンホールがボコーってこう地面からも浮き出してね、でそういうのもそのままだったし、こんなんで到底そんなもこの街で生活するっていうのはね、やっぱ厳しいと思いますよ。あ、今高市さんとかがさ、まあなんかその万博をね、あれ確か31の時は東京オリンピックがあってとかね、だから復興を優先するのかね、そのイベントを通るかってなんかね、常になんか問題としてあるよね。で、あれで物資が高くなっちゃうでしょ、両方なると。そうだよね、建築費が高騰するとかね、当時ね。そうで万博もあってね、だからもうちょっとそこはね、まあ本当に国のイベントがそんな形で被災地を見ずにやっていいのかっていう問題は常につきまとうんですよね。実際に歩いてて、その怪しい人いるんですか、そういう。いるでしょ。あ、見たな、怪しい人見た。こいつ何やってんだろうみたいな人いる。それ職質されてましたよ。ああ、なるほどね。やっぱおまわりさんもすごいですよ、現地って。ああ、なるほどね。そうです。分かってるんですね、そういうのはいる。全国から集まってるのか。全国からも集まってるんで、もう警視庁の車もあれば、大阪府警のパトカーもいれば、全国がバッと来てるんで。そんな中で悪いことするやつがいるんですね。限界体制の中。まあまあいるんじゃないですか。だからそれは多分おまわりさん今いるのはおそらくはなんていうんですか、そのコソ泥みたいな、そういう家に入ってくるやつがいて、まあ僕も実際おまわりさんに職質されましたから、ね、あ、マジっすか。だからまあそういうのは一応防ぐためにね、一生懸命やってんだけど、それでもね被害がなくならないっていうのは、まあね、やっぱりカバーしきれないですね。そうしきれないと思いますよ。まあ、あと夜になったら真っ暗になっちゃうんだよね。そうか、電気もある男性人も多いんだ。そういうとこもあるしね。そうか、そうっすよね。街灯なんかな、そうするとね。まあそうだよね。そっか。特に住宅街なんてね、もうないし、水だってね来てないところもありますしね。僕311前ちょっとどっかで話したと思うんだけど、行った時312に入ったんですよ、現場に。したらすごいなんかボロボロの格好した人がメディアにいっぱい話しかけてくるんですよ。で俺らは日本語で喋りかけて、あの海外メディアは英語で喋りかけてるんですよ。で多分あれは中国のスパイなんですね。現状報告するために状況を聞きまくってる人がいて、アジア人の顔なんだけど、そんなに何カ国語も喋るやつがいないじゃん。何を喋ってるの、そのカメラの前で。いや違う、あの僕らにインタビューじゃないけど、どんな状況かって聞きに来てる。そうで、なんだと思って喋って、あそこはこうでしたとか言うけど、でまたあっちの今度海外メディアに行って聞いてるの、ずっと。で何なんだあの人とか思ったら、確かにですよね。そう、でもおそらくあの時もね、あのまあアメリカ軍もここどうなってるかという状況把握に動いてたけど、多分中国もそういう人とか送り込んで状況把握をねやるみたいな、なんか国際インテリジェンスがここにあるんだなみたいな感じだった。そんなにいろんな言語喋っていないじゃん普通は。ボロボロの格好してるのは被災地です、被災者ですみたいな格好してるんだけど、まあ、多分違うと思うんですけどね。写真撮らなかったですかそれ。いやいや、ちょっとそ僕らそれがどころじゃなかったね。まあちょっと行かなきゃいけないとかいっぱいあったんで、でも今思えばそうだったなっていう話を現場にしたってありましたよね。いっぱいですね。だからいろんな地味毛量がね見えてくる感じですよね。